沖、列車、スーパー沖は、西日本旅客鉄道、JR 西日本が、鳥取駅、米子駅から新山口駅間を、山陰本線、山口線経由で運行する特別急行列車である。1975年に特急、沖として運転を開始し、2001年7月7日から、現行の列車名としている。山口線で運転されていた、 優等列車の遠隔についてもここで記述する。1975年3月10日に、山陽新幹線岡山駅博多駅間が開業した際に、山陰地方西部と、新たに山陽新幹線の停車駅となった小郡駅、現在の新山口駅を結ぶ、新幹線連絡列車として、鳥取駅、米子駅、小郡駅間で特急、沖として、運転を開始した。それまで、 山口線の優等列車は、山陰地方の西部から山口線経由で九州北部を結ぶ急行列車が運行されていたが、これの系統整理により誕生した山口線発の特急列車でもある。列車名は、島根県の北方の日本海にある沖諸島に由来し、山陰本線の高速化事業の完成した2001年7月7日に新型振り越し機車両を投入した際に、 スーパーを冠したものである。2015年7月18日現在の運行外況は次の通り、鳥取駅から新山口駅間 378.1km に折り2本上り1本3.45号、米子駅から新山口駅間 285.4km に折り1本上り2本1.26号が運転されている。列車番号は 運転線区で変更がなく、下りは、号数プラス3000の奇数、上りは、号数プラス3000の偶数である。そのため、新山口駅が起点となっている。山口線内では、下りが偶数、上りが奇数である。2008年3月15日から、列車番号が変更され、それまでは 1001D1006D であった。なお、 鳥取駅から新山口駅間の走行距離 378.1km は、日本国内の起動車特急としては、第2位の長さである。鳥取駅、鳥取大学前駅、倉吉駅、与名護駅、安木駅、松江駅、玉造温泉駅から、新寺駅、出雲市駅、大田市駅、湯野津駅、豪津駅、奈美子,子駅、浜田駅、田駅三保三須駅、増田駅、日原駅、津和野駅、徳佐駅、 三谷駅山口駅湯田温泉駅から新山口駅。後藤総合車両所に所属する、キハ187系0.10番台2両編成が使用されている。なお、500番台が使用されることもある。多客機は3から4両編成で運転される場合がある。普通車のみ連結されており、クリーン車は連結されていない。山口線内では、振り子は、 日佐堂となる。運転開始した1975年3月10日から、今日まで定期列車としては1日3往復の運転であり、当初は関西九週間で運転されていた特急列車の余剰となったキハ80系の6両編成が使用され、浜風、松風と共通運用であったが、翌百七十六年十月にはキハ八十一系に変更され、 六両編成で運転されていた。しかし、そのうちの一往復に関しては、当時の国鉄中高特急列車として、異例といえるグリーン車非連結の編成となり、さらには、運賃、料金の値上げもあり、空席が目立ち、1982年7月1日には、残る二往復のグリーン車の連結も廃止され、1986年11月1日には三両編成にまで、 車された1960年3月に山口県と福岡県の利用際より運転を開始した準急列車で山口駅博多駅間で運転を開始し山口県西部から小倉、博多方面への利用に便利であることから好評であった。運転開始当初はキハ55系機動車による4両編成であったが1960年6月に 三様と共通運用になったことから、キロ25型が連結された五両編成に変更された。1963年には、峰線経由で東萩駅発着の列車も連結されていた。1964年にはさらに運転区間が延長され、岩見増田駅、現在の増田駅、浜田駅博多駅間に変更。1965年には、 九州内での運転区間が延長され、翌年に急行列車化された。九州内では、東唐津駅や天ヶ瀬駅、北駅発着が設定されたり、本州内は、下りは、交通発、浜田駅まで普通上りは、浜田港、増田駅から、普通で、増田駅や再駅間で分割された編成が、山陰、山陽本線内で並結するなど、 数年ごとに運転区間が変更されるなどして、複雑な運転形態をとっていた。1975年3月に、小郡駅朝駅間及び、小倉駅博多駅間が廃止され、山口線内は、津和の、工事に建て替えられ、設定当初の山口市と福岡市を直通する、役割はなくなった。一方、ミネ 北彦山線経由の系統は1985年3月13日まで残り、その後1992年3月13日まで山陰本線だけ部駅経由の長戸として急行運転された。1975年3月10日の山陽新幹線の岡山駅、博多駅間開業によるダイヤ改正に伴い、秋吉の系統建て替えや真時が 系統分割されたことで運転を開始し、1980年9月30日に廃止されるまで、小郡駅浜田駅間などで運転されていた急行列車である。運転開始当初から一部の区間では普通列車として運転されており、全区間で急行列車として運転されたことはなく、上り1号は、 沖の運転時間帯に先行し、下り2号は沖より遅い時間帯に設定されるといったサインがあった。しかし、秋吉が担っていた小郡駅線の直通や、新寺が担っていた浜田駅以東や白尾線への直通がなくなったため、日本国有鉄道が当初見込んだほどの利用客はなく、当時は山口線で優等列車が特急、沖と本列車で合わせて5往復運転されていたが、 輸送力が過剰になったため、特急だけ残して本列車は廃止。本列車のみ停車していた三谷駅、徳佐駅は特急停車駅となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。